Good day, my this is your channel Speed Cooks 毎度陽一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは皆さんのサーフィンモチベーションアップとサーフィンライフを楽しく送るエネルギーをお伝えしています。今日の動画では夜明け前からキラポイントに向かいチューブを狙いに行く動画を撮っていきたいと思います。ということでね、やっていきます。ですね、出発です。外はまだ真っ暗です。あ、時計忘れた。もう一回戻らなきゃ。せっかく出発したのに。さあ、撮ってきました。はい、時刻の方が今午前40分ですね。こちらゴールドコースはね、真冬なんで太陽が昇るのが今6時40分ぐらいかな。これから高速道路走ってキラビーチに向かいます。予報では今日は南風が強く、波のサイズが、多分オーバーヘッドぐらいあるんじゃないかなと言われています。昨日の時点ではカランビンアーリーとかバーレーとかが波あったらしいんですが、南うねりがゆえに、早いブレイクでチューブにはなるけど、入ってもすぐ捕まってしまうような波で、今日も変わらずそんな感じやろうなとかって思ってて、近くで入ろうか、それとも、その一番乗りたい波キラ行こうかって悩んだ末の、キラなんですけど、っていうのは、このうねり 2,3 日しか続かないんですよね。4日目にはもう膝ぐらいの波になってしまうらしいので、それならもう行ける時に一番いい波に乗っていこうということでキラに向かいたいと思います。ここはロングドライブですね。ということで本日もどうかよろしくお願いいたします。なんだかんだとスナッパーロックスに来てまいりました。ここに、見えますか、スピリットクークスのステッカーを貼った車を発見しました。スピリットクークスの時間やで。おはようございます。おはようございます。おさむさん、どうですか今日は。どうでしょうか。俺も入る気満々よ。いや、最初キラ狙ってきたけど、キラあれやね、なかった、なかった。はい、なんだかんだとね、スナッパーロックスに来ました。なぜかというとキラの方がね、波が小さくてあんまなくて、で、ディーバー行こうかなと思ったんですけど、ディーバーもね、こんな暗い中からあんな河口に入るのはちょっと怖いなと思ったんで、この、スナッパーに行きます。スナッパー波の大きさが、今オーバーヘッドぐらいあるんですが、オーバーヘッドもないぐらいかな。そんなにでかくないけど、流れがね、強烈にあります。むちゃくちゃパドルさせられます。そんなところも一緒に楽しんで行ってもらえたらなと思います。みんなね、こんな暗い時間からどんどん入っていくんですよ。むちゃくちゃ寒い、むちゃくちゃ寒い。走らざるを得ない、これはやばい。ちょっとこれ走って体温めてからじゃないと入れない、寒くて。やばいやばいやばい。うおー、波めっちゃ揺れてる。わわわわ、みんなめっちゃパドルしてる。やばい、バチクソ寒いっす。やばい、早く海に入りたい。早く海に入らないと死んじゃう。やばい。うわ、この岩だらけのところ歩くのやばい。うわ、いてて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 て
OK。終わった。さあ、ここから入っていきますよ。うまく出れますように。で、波が結構速いんで、もう今日は人生最後になってもいいわぐらいの覚悟で突っ込んでいきたいと思います。こうやって波を、待ってるふりしてローカルのおっちゃんたちが出ていく。で、どんな風に出るかをちゃんと見ておきましょうって。今このタイミングかよ。え、打っていい？うん、死んでるよって。あのおっさん、すげえ。さすがスナッパーローカル。いい？うわぁ、絶対来ませんように。波乗りました。ウォームアップ終了ということで、もう一発いきます。
なんとかね波には乗れるんですが、乗った後はもうこうやってね必ず上がって歩いて戻らんと、この流れとてもじゃないけどパドルアップできないですね。でね、こうまた戻ってパドルすんのもね、またねものすごい気力を使うんですよね。めっちゃ流されるから、いやもしかしたらこの次入った時はインサイド前流されてアウトに出られんのちゃうかとかね思うと、うわどうしようかな、もう帰ったのかなとか思うんですよね。修行ですよ修行。アウトに出てもこの流れがね、流れがとにかくこの鉄砲水のように流れてくる流れがね、いやーパドル力欲しいっす。いやめちゃめちゃパドルがきつかったです。んとね、波のサイズが頭ぐらいあって結構ショルダーがブワーって張ってくるんですけど、そのショルダーが張ってくるけどショルダーがワイドすぎて波がカールするとこからしか乗れなかったんですよね。だから誰かがこう見過ごしたやつをブワーってパドルで追っかけて乗ろうとしても、そのまま水でこうプッシュされるだけで波に乗れなくて、でそれをやっちゃうと結構流れに乗っちゃうからインサイドまでバーッとまで引きずられていくっていう感じだったんですよね。あの岩のとこからエントリーしていったんですけど、岩の右手に岩があって、そこのギリギリのところからこう水に入っていってパドルし始めて、で波がバーッて来るんですけど、それを合間を縫ってそこからこうパドルしてプシュンって奥に出れる流れに乗ったら、ノードルフィンで出れたんですけど、それをするとセットが入ってきたらバーンって叩きつけられてドルフィンが効かへんから後ろに戻されて岩に叩きつけられる恐れがあったんですよね。その恐怖と戦いながら、まあ、ゲティングアウトしたんですけど今日はなんとか成功でした。で奥まで行ったら行ったでワーンとまたあのビハインドの方に引っ張られていくんで、まあ、波待ちは簡単やったんですけど、まあ、その分あそこで割れる波がねブワーンという壁があの立ち上がってくるやつで、まあ
結構危ないなという感じで、まあ数本乗れたんでね、僕も良かったです。結構ねオーバーヘッドぐらいの波がカールしてくるとこからこうブワーッとテイクオフして、テイクオフするときにブワー持ち上げられるから板を両手でこうやってグワッて押さえつけて、あのパーリング専用にでブワーッと押さえつけて、で立ち上がって、で立ち上がったらもうあとはボトムからこうやってミューンってゆっくりターンしてってしたら繋いでいけて、何発かねトップでのパチーンっていうのパンターンも入れれて、いや気持ちよかったです。がしかしまあ長くはできないですね、こんなところでサーフィン。ここで、1時間もサーフィンしてたら多分体がボロボロになってしまうということでね、何分くらいや、全部で、今で入水してから今で、ちょうど1時間なんで、多分海に入ってた時間が40分間ぐらいかな。で、結局乗った波記録では今5本って出てるけど、多分歩いたトレースも出てるはずやから、これ多分波に乗った4本やと思うんですよね。多分4本です。まあこれも、ドンパトロールで の記録もね、画面の、右か左か真ん中かに、出しておきます。いやー良かったです。久々のスナッパーロックス、見た目はむちゃくちゃいい波で、乗ったもむちゃくちゃいい波で、でも実際入ってみたらむちゃくちゃハードで、そんな簡単には、乗れないといった感じの波でした。これがスナッパーロックスですね。でもまあここでサーフィンできることがね、サーファーとしての、サーフィンライフを送るものとしての、喜びの一つじゃないかなと思うので、今日は夜明け前から来てよかったです。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。日本はもうそろそろ夏ですか。もうちょっとだったらね台風が入ってくるシーズンですね。楽しみですね。皆さん、それまでに、体をねしっかりと鍛えて、マインドセットをしっかりして台風スウェル、挑めるように、頑張ってください。僕もねこちらゴールドコーストから、なんとかね皆さんのモチベーションがこうバッと上がるようなね動画を、これからも送り続けていきたいと思います。それでは幼稚チャンネルスプリットクックス、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。